はい、オカポンチャンネルです。いやー、大変なニュースが入ってきました。 TWICE が紅白内定です。いやー、素晴らしい。今年の紅白相当面白いことになりそうですね。やったー。いやー、すごい、予想を超えてきました。なんか IVE とルセラまでなのかなと思ってたんですけど、まあちょっとブーブー言う人とかいるから、まあそこまでなのかな、さすがにと思ってたんですけど、 TWICE までありがとうございます。嬉しい。予想を超えてきて感動してます。いやー、これね、 TWICE まで、この前ね、ケプラまでって言って欲張りって言ってたんですけども、いや、 TWICE まで、もうこの勢いでもうケプラもお願いします。もうどうなってもいいじゃないですか。もう行きましょう、ケプラーも。楽しましょう。ね、批判とか気にしないで、楽しむんです。素晴らしい。ありがとうございます。いやー、嬉しいな。こっからどうしたんすかね、この勢い。なんか NHK に K-POP 好きがいるんかって思うぐらい、めちゃくちゃ来てますよね。いやー、いいなー。もうびっくりしました、このニュース。おーって、TWICE 出てくれるんだって。いやー、でも何の曲歌ってくれるんですかね。何の曲歌うんだろう。まあ自分はちょっとこう大人っぽくあってほしいので、フィールスペシャルとか歌ってほしいかなって思います。もちろん、まあ異論は認めますよ。まあ、あの、わかりやすい TT をね、披露してもありなのかなって思ったりもしますよね。どうですか。あと、中継なのか、日本に来てくれるのか。なんか、TWICE は日本に来てくれそうな気しますよね。なんとなくですけど。いやー、K-POP の大御所が来ていただいてありがとうございます。本当に、大晦日なのに。ありがとうございます。嬉しいなー。よかったですね。これ結構 K-POP 好きにとっては熱い紅白になるんじゃないですか。豪華な祭典というか。歌謡祭みたいな感じに、ね、なっていくんじゃないかなと思って、こう、これでまた、こう、ね、紅白の視聴率が伸びたらいいですね。まあ、とにかく、まだ内定ということなんですけど、まあ、とりあえず、おめでとうございます、TWICE! ありがとう !IVE、ルセラ、TWICE! 最高です!はい。では、こっからはですね、紅白内定シリーズ第3弾ということで、この内定のニュースが出ると、こう、ヤフコメとかツイッターですごい、こう、批判のコメントがありますので、もう自分もこれしたくないんですけども、てかもう見たくないっていう方は、もう、ここで中断されていいです。ただちょっと批判のコメントに一個一個ちょっと答えていこうかなと思います。まあね、こういった、ね、ヤフーコメントとか、ツイッターとか、まあそういうの気にしないで、まあ、これはこれ楽しめればいいんでしょうけど、ね、これコメントすることでなんか自分のコメント欄にもなんか来ることもあるだろうし、まああんまりいいことはないんでしょうけど、まあ、見ててもあまりにもこう、違うなっていうコメントあったりとか、それはどうなのかなって思うこともあるわけです。あと、あ、これはもう無知だと思ったりすることもあるので、まあメンバーとかが傷つくわけなんで、これは、まあ自分戦わないといけないなと思って、こっからはもうちょっと批判について一個一個ちょっと答えていくっていうことをしたいと思います。やっぱね、何よりもこう、せっかく日本に来てくれるのに、こう楽しくやれればいいのに、こう日本全体がこう受け入れてないような風潮を出すのが自分はすごい嫌なんですね。で、特にこのヤフコメとか見てても、もうあのヤフコメとか書いてる人、あれ何者なんですか。もう長文で、なんか知的ぶって、評論家気取りで、なんですか、あれは。もう本当にもう何も分かってないのに、すごく偉そうに書くんですもん、あの人たち。もう何、もう絶対あんなとこに悪口書く人って大した人じゃないと思ってるんですけどね。まあそれも相手しないでいいと思うんですけども、もう何なの、もうすごい腹立つんですよ。いや、まずね、もう一番もう初歩的なこと言うと、あそこに知らんって書く人、もう知らんのやったら知らんでいいけど、知らんって書くなって思います。勉強しろと思います。知れって思います。そこはまず、そこ知らんって恥ずかしいことなんで、そこはもう勉強してください。そんな知らんっていう自慢をね、あんなところでする必要はないんですね。まずね。なんか批判のコメント、どこの国のテレビ番組なんだって書いてますけど、あの、日本人メンバーもいますよ。あとその韓国枠は2までだろうみたいなコメントあるんですけど、
その韓国枠ってなんかそんなのがあるんですか。日本人メンバーもいますし、こうなんかこう日本からも韓国からもあるいはその他の国々からも愛されるグループがあっていいんじゃないかなと思います。そんなそこは柔軟にしていいんじゃないかなと思う。ザ・韓国ってわけじゃないです。日本人メンバーも入ってますからね。別にそのなんか柔軟で寛容になってもいいのかなと思います。ですし、こう K-POP グループで活躍する日本人っていうのはこう小さい頃から韓国に渡って文化や言語がわからないところで一生懸命いろんな苦労、いろんな悲しい辛い思いをして頑張ってきたんです。その人たちが、自分の国に戻ってきて、次は韓国の人たち引き連れて、大きな晴れ舞台に立ってパフォーマンスするのが何が悪いのかなって思います。素直に応援していいんじゃないかな。あとこうK-POP 好きからも、意見が分かれて微妙な反応が出てるんですけど、まあ、そこはまあ難しく考えなくて素直に応援してあげていいんじゃないかなって自分は思います。なんか微妙な気持ちになる、その気持ちがあんまり分かんないです。おめでとうでいいと思いますし、選ばれたんだったらもうパフォーマンス堂々としたらいいだろうし、そう思うんですけどね。あとこいつらのせいで日本人が出れないっていうコメントしてる人がいるんですけど、まあ、日本人もいますけどね、まあ、それは置いといて、じゃあこの3人を抜かしたとしたら誰と誰と誰、どのグループとどのグループとどのグループが出るのが適切なのかって、そこを具体例を示してほしいですよね。出れないというけども、そんなに今年活躍した人がいるのかっていうこと、溢れちゃうぐらいそんなこの拮抗してるのかっていうことは言いたいですね。誰が出るのが適切なのか、そこを具体で示してほしいね。あとこう批判してる人っていうのは多分ですけど、なんとなく韓国っぽいもの、なんとなく知らないものに対してこう多分批判してるだけなんじゃないかなって思うわけです。おそらく、時代を生きてない、今という時代を洞察して分かってないと思うんですよ。どういう時代かっていうのを、若い人がどういうのにハマっているかという、だから今を生きてない人が多分分かんない、知らんっていうので、昔の感覚のまま批判してるんじゃないかっていう。時代は変わっていってますからね。それに乗り遅れないともう終わっちゃいますからね。あとこう年配の人に配慮すべきっていう意見あるんですけど、まあもちろんそうだと思います。年配の人にも配慮すべきだと思いますよ、国民的番組なのに。でも年配の人だけに配慮する必要はないんじゃないかと思います。まあ若い人がテレビ離れしてますよね、今。みんなこうネット、スマホでネットとか見る時代ですよね。そういった人をもう一回こうテレビに呼び戻すためには、テレビ業界復活させるためには、やっぱりこうやって今若い人たちに刺さる、グループを出す必要はあるんじゃないかなと思います。巻き込んでいかないと。この紅白という日本の伝統を守るためにも、これから未来続けていくためにも、やはりこれから若い世代を取り込む必要があるんじゃないかなって思います。いいじゃないですかね。年配の人から若い人までみんなが見れる番組になってね。みんなが興味を示したらそれではそれでいいと思いますよ。ですし、その、中にはその演歌の人で1曲や2曲しか代表曲がないのに、何十年前にそれ出したのにずっと出続けてる人がいるじゃないですか。むしろそっちの人々についても考え直す時期に来てるんじゃないかなと。自分はそう思います。で、何よりも嫌なのは、韓国の人々とか、は日本人メンバーを受け入れてくれてるんですね。韓国の多くの人々は韓国人のように接していただいてるんですよ。とても温かく優しく、むしろ日本人メンバーで韓国の人よりも人気メンバーとかいたりするんですよ。なのに日本はなぜこの紅白に出るぐらいでこんな騒ぎ立てる人がいるのかということを自分は言いたいです。その寛容じゃなくて器が狭い人がいることにとても同じ日本人として残念に思います。もし逆だったら我々日本人はそういった温かい心を持てるのかなと思います。例えば日本人グループに韓国人が何人か入ってた、我々日本人は温かい心、優しい心で受け入れることができるのだろうかと、そこをもう一回問い詰めたいと思います。まあ文化ですからエンタメですから、そこはこう国籍とかね、国とか関係なく寛容に柔軟に受け入れていっていいんじゃないかなと自分は思います。でこういった柔軟じゃなくて頭の固い日本の姿勢っていうのは、まあ政治や経済でも言えてて、この失われた20年30年っていうのは
日本がずっとこうこのままでいいと思ってこう IT 革命とかに乗り遅れちゃったから、こうやって日本が成長しない、むしろちょっとずつ衰退していってるっていうこの現象が起きてると思うんですよ。なのでこういった頭の固い柔軟に時代の変化とかを受けられないこの姿勢をやってる限りは、この日本の未来はちょっと心配だなと思います。このままだと経済的にもそうですけども、エンタメ、日本に、韓国の文化やエンタメ、そしてアメリカのエンタメや文化が押し寄せてきてどんどん流れてきますよ。歌手だとか、まあ、エンタメアイドルとかで、ドラマもね、韓国ドラマとかアメリカのドラマばっか見てるでしょ、我々ですよね。でアイドルも韓国が好きという若者が多いですし、洋楽聴くっていう、どんどん外国に持っていかれちゃってますよね。ですので、まあエンタメや文化ってこういいものはいいし悪いものはいいんですね。だから縛れないと思うんですよ。韓国がいいと思ったら韓国がいいと思うし、アメリカの文化がいいと思ったらアメリカ、他の文化がいいと思ったら他の文化がいいと思うし、まあサッカーだってそうですね、ヨーロッパがいいと思ったらヨーロッパ見るし、そういう感じですよ。なので攻めるべきは、今まで手を打ってこなかった政治や日本のエンタメ業界だと思いますよ。まあこのままだとどんどんこう韓国やアメリカにお金が流れていく一方になると思います。なので日本の大衆若い人たちはいいものに飛びついてるだけなんですよ。韓国ドラマとか韓国のアイドルとか、多分そういうことだと思いますよ。あともう一個、この韓国語は厳しいだろうっていう、こうこれもなんでかなと思う。だってアメリカの歌手とかが来たら、多分サラ・ブライトマンさんとかレディー・ガガさんとかそういった多分出ましたよね、は英語でいいのに、なんで韓国のグループだけ韓国語はダメなのか気になります。もちろん日本語でしてくれるのはありがたいですけども、別に韓国語でもいいのかなと思います。どの国だろうと、その国の文化や言語は尊重されるべきなのではないかなと思います。アメリカが強い国だから英語はいいけど、なんか韓国は昔見下してたから韓国はダメだとか、なんかそういうのは違うんじゃないかなと思います。うん、韓国語でも いいとは思いますかね、自分は。まあ嫌な人いるんですかね、そんな人が。よくわからないです。古い考えのままだなと思います。日本と韓国の古い時代を引きずったままなんだなと思います。あと受信料払ってるのに、これはやめてくれっていうコメントがあると思うんですけども、受信料自分も払ってるんですよ。で受信料払っててよかったって思う人もいるわけで、あなただけが払ってるわけじゃないんですよっていうことは言いたいですね。受信料払ってるから韓国のグループ出すのやめてくれっていう、これもよくわかん、それは本当ひろゆきさんじゃない、あなたの感想ですよねってなりますよ、それは。うん、受信料払ってる人もやったと思う人と、やって思う、両方いますよっていうことは言いたいですね。っていうこと、いろいろもう話していましたけど、まあもう嫌なんですけどね、これまでにしたいですね。はい、まあとりあえず自分はこう日本の人たちが、受け入れてない雰囲気を作るのが嫌で、メンバーがちょっとでも傷つくのが嫌だなと思います。その大晦日まで頑張ってくれてるわけですしね、日本の番組に出てくれるということで、日本人メンバーもいるわけでね、温かく受け入れてあげて、温かく優しく受け入れてあげていいんじゃないかなって思います。で自分別に韓国が好きとか言うわけじゃなくて、日本のエンタメ J-POP も大好きですし、好きでしたし、もう AKB とかも乃木坂も大好きでした。なので、決してそういう観光びいきというか、まあ、エンタメいいものはいい、面白いものは面白いっていうことで、あ今 K-POP すごい面白いなと思ってるからこれねやって応援してるわけなんですけども、日本人、日本のエンタメこういったことを言ってるとますます時代に取り残されて終わっていくんじゃないかなって自分は思っています。どんどん外国のエンタメが押し寄せてくる時代になってくるんじゃないかなと思います。まあとにかくですよ、紅白良かったです、おめでとうございます。いや来てますね K-POP。 自分10月1日から始めたんですけど、すごいなんか K-POP の勢いを感じます。この勢いに乗じて自分のチャンネルもこう伸びていったら嬉しいんですけどね。特に女性アイドルの方来てますね、韓国の。嬉しい。いやー楽しみましょう皆さん。 K-POP 好きな人は特に、あと K-POP 嫌いな人とか、その興味ない人の目にもね止まって、 K-POP のあの人たちのね人気が上がるといいと思います。
自分たちはね、紅白 TWICE の姿を見て感動して TT しましょう。そして、アンチは TT して泣かせてやりましょう。バシッと決めてやりましょう。今年の紅白楽しみです。今年最高の形で締めましょうね。ではまた。